車はね、さっきの位置に止めた方がいい場合がある。さっきのあの壁に寄せて止めると、そこにボットが引っかかってスタックする場合がある。まあ、それがいいのかどうかというのは難しいところなんだが、そのボットを撃つときに車を撃ってしまうという意味もあるので、ただあそこに止めるとそういうことがある。うん、え、なんだ今の、これってどこにあるの。いや、なんかこの建物にはなんか壁の中に物資があるように感じる時があるんだが、今のはもうそこにいるということが分かったので、決め打ちをしたっていうことです。出て行って撃つのではなくて、撃ちながら出ていくと。そうすれば0秒で撃っているので、撃ち負けることがないと。撃ち負けることもあります。もう6スコ持ってるから、うん、で最強の MK12 持ってるから、軽量グリップというものがあればあったでいいけど、別になくてもいい。ないかな。本当に軽量グリップに強いのかどうかってのは分からない。うん、これはちょっと良くない。 なんだちょっとシャイクボタン押せない、とっさに。なんかとっさに押せない、なんか。ん？え？上ってこと？ん？どこに？どこにいたの？ん？あ、軽量グリップあった。え、これって、ん？ん？ボット同士でやり合ったわけではない。まあいいや。1キルぐらい奪われても、そんなに焦ることはない。真の強者であれば。うん、さっと倒したいな、これは。うん、ちょっとそう、うん、さっと倒したいな。ああ、どこ？おいおい、ちょっと上から撃とう。え？なんだ？6スコの距離じゃないだろう。ちょっと本来これを撮る必要は全くないが、ちょっと動画的に撮ろう。ああ、それ強いんだよな、これ。うん。強いから撮らざるを得ない、これは。
動画的に。うん、撮らないとなんでそれを撮らないんだという、うん、ことになっちゃうから。違う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 、あ、軽量グリップつかないんだこれ。あんだけ漁ってさ、コンペンセーターなかった？1個しか。まあ別に M4 は近距離用だからなくていいんだけども、別に強すぎ、一発で倒せるんだこれ、強すぎる。え、待って、おい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 、待って、まあ、あ、ちょっと危ない、撃たれなくてよかった今。うん、さっき遠くに見えたあと別でしょ、うん、別パーティーでしょ、うん、待って、ちょ、冷静に冷静に、これ一発で倒せるんだから、うん、冷静に、そう、一発で倒せるんだこれ。待って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 、落ち着け。あれ、倒せない、一発で倒せるはずが、どこに行ったの。まあ、なーに、え、な、誰と誰撃ってんだ。危ない、これだって後ろもいるんだからさ、そこね、待って、ちょっとパクられる恐れあるから、それさっと倒そう、これは。うん、ん、ああ、あさってん、え、ああ、ああ、危ない、今ね敵を撃ってなかったと思いますよ、ちょっとぼーっとしちゃった。なんでこれ登れないの？あっちに行こう。あっちにいそうな気がするから。え、ね、ちょっとさっと倒すか。うん、あ、よかった、降りてしまった。あ、ちょっと、え、え、危ない危ない、誰撃ってんの、ん、どう行ったの、なんか遠ざかってったの、いや、そっちを漁ってるんじゃない、そうだ、よかった よかったよ、あ、まあ、うん、よかったよかった、持ってる銃。オッケー。ん？まだいる？うん。冷静に。いないのもう。あ、いるじゃん。危ない。危ないというのは。他の敵に奪われるところだったということです。え、え、おい、待って、待って、あ、ちょっと下手くそだった今のは、待って、ちょっと急いで
打てる位置に、うん、あ、いる、うん、いや、え、ちょっと、え、嘘でしょ、いや、嘘でしょ、そんなに倒してると思わなかった。そしてそんなにアンチに遅れてるとは思わなかった。こんなに早いんだ。もう、いや、ちょっとこれは負けられないね。うん、こっからもう、うん、ちょっともう隠居してもいいくらいである。うん、いや、これはもう、え、止まらない方がいいかな、こんなところで。これはちょっと世界記録がかかってるから、うん、あの人か、そう、なんかあそこの岩に行く、ん、なんだこれ、人間モードじゃないよね、そんなバカな。ボットモードってこんなに減りが遅いっていうことがあるのか。死ぬわけにはいかない、これは。しかし、うん、キャンセルボタンに手をかけながら、ん？いや違う、目は違うか、あの世界記録を達成した割には、うん、あのもうちょっとちゃんと実況すべきだったかなと、うん、いや、まさか自分でもあの段階で30キロに行ってるとは思わず、ちょっとあのさっきあのなんだあっちの方で倒した時にもっとあのキルをあの取れた、なんかアンチ死してしまった、いや、ちょっと自分でもよく分かんなかったけども、うん、まあちょっとこれは信じられない記録ですね。なんか減りが遅かった、とにかく、うん、そんなにこううまいプレーだったという感じでもないし、うん、まああの接敵できるかどうかっていうのは完全に運でね、うん、まああの左上にハードって書いてるからハードモードであるということはまあ分かっていただけると思うけども、